はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数1の円に内接する四角形についてお送りします。で、まあ、前回ね、四角形と、まあ、十二角形か多角形の面積ねやりましたけど、今回は円に内接するその条件がついた四角形の問題です。で、大きな問題が1問なんですが、そこに2問入ってる状態なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって、ちょっとね、わかんないなってのがあれば、今からね、両方とも解説やっていくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番の方から説明始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ、行きましょう。で、問題としては、まずね、その円に内接する四角形 ABCD があります。で、長さが全部出てます。AB、BC、CD、DA とね。で、図を書かなくても解ける子はいるんだよ。実際いると思うんだけど、できれば図を書きましょう、これは。いい？まず図を書いていきます。で、円に内接するので、まず円から書くんだけど、円か。円ね、苦手なんだ、このホワイトボードで書くの。うん、まあ許してください。円ですね。で、そこに内接する四角形を書くので、まず AB が3からいきましょうか。なんで、まあちょっとあれですけど、これにしとく？A、B。で、ここが3ね。AB が。で、BC が1なんで、ちょっと長すぎたかな。まあね、ざっくりでいいです。それはね、きっちり書かなくて大丈夫だから。で、BC が1で、CD が A なんで、あ、CD が3なんで、また3か。このぐらいかな。で、ここが3。で、最後。AD が4。と、こういう状態です。円に内接するっていうのは全部くっついてるって。ことなので、こうなります。図としてはね。で、まず、線分 BD の長さを求めなさい。ここからいきます。で、なので BD だから、ここの対角線なんだよね。ここの求め方。で、円に内接する四角形の問題で、まずこの BD を、これ実際これがなくって、いきなり面積出しなさいって問題もあるのね。で、それが来たとしても、まず BD から出します。まあ、対角線から出します。で、この対角線の出し方はぜひ覚えてください。これですね。まず、よいしょ。1番ね。これ、ここやるんだけど、今から余弦定理使います。で、余弦定理を使うので、ここ、まあ、下でもいいんだけど、まあ、A の方がわかりやすいかな。A の方を、まずね、ここ普通に A って置くとくじゃないですか。で、そうすると、反対側のここ。ここが180、まあ、どうか引く A になることをまず確認してください。これなんでかっていうと、円に内接する四角形っていうのは反対側同士の角を足すと必ず180度になります。これは円に内接してる時だけね。こことここを足すと180度、もちろんこことここを足しても180度になるけどね。だから、こっちを A と置いたら、こっち側は180度引く A と置くことができます。で、これを使って、2回余弦定理いきます。2回。まず、上の ABD です。上の三角形で余弦定理を使ってください。で、何スタートするかっていうと、この BD スタートでいきます。で、あと公式通りいくよ。まず、まあ BD そのままいこうね。X って置いてもいいけどね。BD の2乗です。イコール、ここの2乗を足すここの2乗だよね、余弦定理。で、ちょっと悪いんだけど暗算しちゃうからね。9と16なんで、足すと25になります。2つ分ね。で、マイナス、2かける、ほんとはちゃんと書くよ。2かける、3かける4、コサイン A。これが公式です。で、申し訳ないんだけど、この2、3、4のとこもね、書き直しちゃいます。暗算すると、24になるので、24、コサイン A となります。まず上の三角形です、これは。で、次は、下の三角形で同じように余弦定理いきます。下ね。で、スタートは必ず同じ BD2 乗から始めてください。そうすると、BD2 乗イコール、こことここの2乗を足すので、1足す9だから10になります。で、マイナス2かける1かける3だから、まず6だよね。で、
コサイン180度引く A、 まあどうかとなるんです。こうなります、普通に書くとね。で、ここでこのコサイン180度引く A、 これを直しましょう。これね、結構前にやった公式でやってるんだけど、コサイン180度引く A はマイナスコサイン A と同じになります。マイナスコサイン A です。なのでこの部分も書き直します。ちょっと今回ね、板書の関係でごめん、書き直しちゃってごめんね。こうなってマイナスだから、ここの符号が変わるの。でもここがコサイン A にすることができます。いい、今やったことは BD を求めたいので、ここを A と置きました。で、反対側は180度引く A です。で、上で余弦定理を使ってごめんねで、下で余弦定理を使いました。で、2個並べてる。で、途中でコサイン180度引く A が出てくるんで、それはマイナスコサイン A で直した、この状態です。そしたら、これ連立方程式だと思って両辺引いてください。こうやって、そうすると BD2 乗消えるから、ここゼロなんですよ。こうなる。で、あとは15でしょ。で、こっちがマイナス30コサイン A です。で、こっち持ってくると30コサイン A イコール15、つまりコサイン A イコール2分の1となります。ってことはコサイン A が2分の1なので、どっちがいいかな、こっちがいいか。 A は60度、あ、これ線引いちゃダメだね、答えじゃないからね。 A は60度ってことが分かります。いいかい。そうするとこれ書き直しちゃいましょう。角度出たので、ここが60度で、こっちが120度になります。いいね、両辺足して180だからね。そうすると、で、どうするかっていうと、コサイン、まあね、角度出しちゃったけど、コサインが2分の1じゃないですか。それを上の式、下の式、どっちでもいいので戻してください。連立方程式と同じです、やることは。で、どっちでもいいんですけど、下に戻そうか。下に戻すと、まだ入る下、あ、大丈夫ね。戻すと、BD2 乗イコール10プラス、ここに2分の1が来るので、6×2 分の1。だから暗算して3です。で、BD2 乗イコール13。こっち行くよ。で、2乗外すと、BD イコールプラスマイナスルート13になります。でも、長さにマイナスはないので、答え、BD イコールルート13と。で、もし、記述、ちゃんとね、途中式書けって言われたら、ここで BD がダイナリーゼロよりと書いてください。でも答えとしては BD は10、ルート10、お前感じて、ルート13になります。いいかな？つまり、ここが、ルート13が分かりましたと。で、なんで角度をわざわざ出したかっていうとね、これ、今から面積求めたいんですよ。ABCD。で、前回の動画でもやりましたけど、四角形の面積を求める場合は、切って三角形2個に分けます。で、今、三角形、上の三角形見てね、こっち。こっちね。長さが分かってる、長さが分かってる、角度が分かってるから、絶対に出せるんです、もう。絶対出せる。だから、あとは公式使って解いていきます。もちろん、角度が出せなくても、コサインの値が分かってれば求められます。コサインが分かっていれば、サインが求められるので、そうやって出すパターンもあるんだけど、今回角度が分かってるからね。なので、2番。まず、上の三角形は一応書くか。面積は、三角形 ABD、上ね。足す、三角形 CBD で、ね、下で求められるので、まず上から、2分の1かける、3かける4、で、サイン60度ね。いい？で、足す、下の三角形いこうか。2分の1かける、1かける3、もうね、1かける3で、サイン120度です。で、サイン60度も、サイン120度も、2分のルート3なので、まあ、それ含めて計算をすると、よし、頑張ろう。まずこっち行こうか。これ、約分できるけど、どうせここ通分しなきゃいけないんで、あえて約分せずに行こうかな。
4分の、12ルート3かな、こっちが合ってるかな、多分大丈夫そうだね。で、足すこっちが4分の3ルート3になるので、答え4分の15ルート3、これが面積になります。いいかな、こんな感じでぜひ求めてください。で、さっき口で説明しちゃいましたけど、ここがね、もし角度が今回分かったじゃん、60度って。でも問題、ちょっとね、難しい問題になると角度が分かんない時がある。例えばコサインを出してもコサインが3分の1とかなってしまう場合、コサインが3分の1って角度分かんないでしょ。そしたら黒にしようかな。これね、ここから面積求めるときはサインが必要なんで、サイン2乗 A プラスコサイン2乗 A イコール1、これを使ってコサインのところにその数字入れます。で、解けばサインが出せるから、いい？サインが出せれば、ここのサインがわかるでしょ？大丈夫かい？ここまで。で、サインっていうのは、サイン180度引く A とサイン A って同じなので、ここのサインとここのサインは必ず同じです。つまり、ここのサインがもしじゃあ3分の2ルート2とか出てきたら、ここのサインも3分の2ルート2です。で、あとは公式、同じね。切って上と下。ね、分けて求めれば。出すことができますので、もしコサインの値から角度が分かんないときはこれを使ってサインを出す。で、サイン出したらここのサインとここのサインは同じです。両方同じのを使って面積を求めてください。いいかな。では今回は高校数学数1の円に内接する四角形についてお送りしました。今回もね、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回が内接円と外接円の半径の問題をね、取り上げますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。